ンピース海賊無双ロビン、おめえとんでもねえ悪人だったんじゃねえか。お姫様に悪いことした？ビビちゃん！叫ぶな、プリンス。なんだマリモ剣士、やんのか？それよりサンジ、肉おかわり！あ？まあまあ、人生とは私もう死んでるんですけど。ウォーターセブンでは別れと出会いの連続だった。あそこではロビンはいなくなるし、俺すげえ悲しかったんだ。メリー、どなたです？長い航海で疲弊したゴーイングメリー号を修繕するため、麦わらの一味は世界最高の船大工たちが集まる水の都ウォーターセブンに入った。冒険で得た大金を携え、この島の市長アイスバーグが社長を務める巨大造船会社ガレーラカンパニーにゴーイングメリー号の修繕を依頼するが、査定の結果致命的な損傷を受けていることが判明。もはや修理は不可能だと告げられる。ゴーイングメリー号は苦楽を共にしてきた大切な仲間だが、航海を続けるためには新しい船に乗り換えるしかない。ルフィは苦渋の末、このウォーターセブンでゴーイングメリー号と別れることを宣言した。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前修理代足りなくなったのか？違うよ、そうじゃねえ。じゃあなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえこと言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。どうしても直らねえんだ。じゃなきゃこんな話はしねえ。一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か？じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ。これは俺が決めたことだ。今更お前が何て言ったって意見は変えねえ。いいかルフィ、誰でもお前みてえに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろ。お前、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船から。うわっ、バカ野郎だ。ルフィ、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろう。なんだと？使えねえ仲間は次々に切り捨てて進めばいい。この船に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。事件が食い違ってまで一緒に旅をすることねえよ。俺はこの一味をやめる。俺と戦え。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。モンキー・ディ・ルフィー、俺と決闘し
約束の時間だ。ウソップが来るぞ。お前ら船から降りてくるなよ。来た、ウソップ。おじけづかずに来たな。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ。殺す気で来いよ。返り討ちにしてやる。もうお前を倒す算段はつけてきた。知らねえ。今までの敵と一緒にするな、ルフィ。俺とお前は長い付き合いだ。お前の能力はよく知ってる。驚くなよ、ルフィ。いや、8000人の部下がいる。8000人も。前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。くそ、この野郎、真面目にやれ。バカバカしいか。お待ちだぞ、ルフィ。これが俺の戦闘だ。たまり越し、彼のストップタウンだ。たまり越し、彼のストップタウン。たまり越し、彼のストップタウンだ。仕掛けた罠を使うか。彼を攻撃すれば。たまり越し、元に気をつけろよ。まきびし地獄だ。殺すノアで地獄。あれを攻撃すれば、たまり越し、たまり越し、サレン、たまり越し。殺すノアで地獄。たまり越し、いやっと、ルフィを山の上に叩きつければ。たまり越し、くそ。俺はお前に効かねえ攻撃はしねえぞ。一瞬も隙は与えねえ。ウソップのペースだ。わっ、お前を倒してメリーゴーはもらっていく。どんな手を使ってもだ。うわ、ウソップ、ようやく本気になったか、ルフィ。もう普通の攻撃は効かねえな。だが、作戦通りだ。次はブレスダイヤルで。ブレスダイヤル、ブレスダイヤル、ブレスダイヤル、ブレスダイヤル。行けろ。もらったぞ、お前の衝撃。バカ野郎、お前が俺に勝てるわけねえだろうが。
メリーゴーはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れて、この先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら、俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。やったな。うしっしっし。じゃまだ後だ。スーパーやべえことですか。ロビンに市長暗殺未遂の嫌疑がかけられたのよね。で、市長んとこに行ったらよ、鳩のやつがヒョウになってよ。そんな説明でわかるか。ウソップが一味から抜けた次の日、ウォーターセブンを揺るがす大事件が起きる。市長アイスバーグの暗殺未遂事件である。容疑者として名が上がったのはニコロビ。その嫌疑は仲間である麦わらの一味にまで及ぶが、当のロビンはルフィたちの前から姿を消していた。ロビン、どこ行ったんだろうな。おーい、ロビンチュワーン。ん？どうした、チョッパ。ロビンちゃん。ロビン。どこにいたんだよ。探したんだぞ。みんな心配してる。待ってなよ、今そっち側へ回るから。いいえ、いいのよ、そこにいて。私はもうあなたたちのところへは戻らないわ。何言い出すんだよ、ロビンちゃん。あんなの気にすることねえよ。事件の濡れ衣なんて海賊にはよくある話だ。そうね、あなたたちにはいわれのない罪をかぶせて悪かったわ。だけど私にとっては偽りのない記事よ。昨夜市長の屋敷に侵入したのは確かに私。え？私にはあなたたちの知らない闇がある。闇はいつかあなたたちを滅ぼすわ。短い付き合いだったけど、今日限りでもう二度とあなたたちと会うことはないわ。みんなにもよろしく伝えてね。こんな私に今までよくしてくれてありがとう。さようなら。こんなのみんなが納得しねえよ。ちょっと待てよ、ロビンちゃん。冗談やめろ。ロビン！チョッパー、お前ルフィたちと合流して今あったこと全部話してこい。一言一句漏らさずな。本当に言ったのか、ロビンがそんなこと。全員覚悟はあったはずだ。仮にも敵として現れたロビンを船に乗せた。それが急に怖くなって逃げ出したんじゃ締まらねえ。
落とし前つける時が来たんじゃねえのか。あの女は敵か仲間か。ことが起こるとすりゃ今夜だ。現場へは行く。ロビンを捕まえるんだ。ゴムゴムのどうかしろ。下手に突っ込んだら大変なことになるな。すっかり日が暮れたわね。そろそろ行くわよ。夜は長いが気を抜く。この機会を逃せばもう二度とロビンを追うあてはねえと思え。絶対捕まえてやるさ。門は二つあるみたい。行ってみよう。私たちはあっちの門に回って。ルフィはどうする。麦わらだ。あいつらさんに近づけるな。おい、やめろ。俺たちは何もして。やる気満々か、あいつら。ルフィはそっちで暴れて敵の目を引いて。その隙に私たちは手薄になった方の門を抜ける。そう、門が開かねえと中に入れねえな。仕方ね、ナミんとこに戻るか。
ほい。ほい。よっ。よっ。よっ。ここにもスイッチがあるぞ。よし、入れちゃえ。ゴムゴムの影。よし、一気に行くぞ。ほい。ゴムゴムのローケット。よっ。よっ。よっ。マミが言ってたスイッチってこれじゃねえか。見つけたぞ。麦わらの一味だ。よくもアイスバーグさんを。みんなやっちまえ。
よ。首は俺たちフランキー一家がいただくぞ。ルフィ、私はここよ。早く助けて。おいルフィ、俺はここだぞ。チョッパー、すぐ助けに行くぞ。おい、
たな麦わら。俺たちは賞金稼ぎ、泣く子も黙るフランキー一家だ。よっ。
子分どもを随分と可愛がってくれたじゃないの。くらえ！くそ、だいぶ食らっちまった。このままじゃ太刀が明かねえ。ゾロ、こんなとこにいたのか。何やってんだ。ほいほい、はい、見りゃわかるだろ。あそこの変態野郎に手こずってんだよ。変態、今さら俺を褒めたって手加減はしねえぞ。気をつけなお兄ちゃん。今週の俺は機嫌が悪いんだ。
気なんざ聞くか。コブンどもを痛い目に合わせてくれやがって。まだまだ怒りは収まらねえぞ。アルティメットアルティメット。行くぞ。ガムガムの。かすった。そこは任せろ。燃料が尽きちまった。ルフィ、お前はロビンの元へ急げ。俺たちも後から行く。ああ、じゃあ先に行ってるぞ。これだな。たぶんあそこだ。ロビン、絶対に捕まえてやるからな。ゴムゴムのロケット。うりゃー、ロビンはどこだ。ロビン、
悪者は不要に包まれることになっている。海外の部屋から時期に火の手が上がる。犯人は海賊だ。そんなこともあるだろう。どけお前。つけてやる。じゃあ私は先に。ああ、どう、役目は果たした。行くな、ロビン。まだ話は終わってねえ。いいえ、終わりよ。もう二度と会うことはない。デラドア、行くぞ。ガムガムのスワーム。デラドア、ガムガムのカノン。デラドア、CP9 は物心ついた時より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。そして得た力が6つの超人的大義六式。よく身に染みたはずだ。世界政府の重要任務を任される我々4人と、たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差が。せっかくだ、最後に面白いものを見せようか。猫猫の実モデルレオパルド。小人間か。外まで飛べ。うわー！